バルマークレーターとは月面に現存する隕石衝突の結果形成されたと考えられているクレーターの一つである。バルマークレーターの衛星写真。バルマークレーター内に別の小さなクレーターが存在する様子やバルマークレーターのリムが残っていない部分が存在する様子が見て取れる。バルマークレーターの直径は約 136km に及び、 かつて、このクレーター内には、溶岩が溢れ、その後、固まった状態になったと考えられている。ただし、現在のバルマークレーターは、すでに完全な形を残しておらず、月の海と繋がっている。さらに、クレーター内には、別な小さなクレーターがいくつも存在する。従属クレーターには、火器がある。バルマークレーター周辺の衛星写真。 写真下部のバルマーと書かれている部分がバルマークレーターである。バルマークレーターの中心の月面における座標は難易20度27分、統計70度22分である。このクレーターのバルマーという名称はスイスの数学者であり、物理学者でもあったヨハンヤコブ・バルマーの姓にちなんで命名された。ABC バルマー・ハットナサ・カタログ・オブルナー、ノーマン・クラッチャー P30。 ありがとうございます。